遊びましょ。あなたと一体何をして遊べばいいんですか？そうね、小さい子供なら鬼ごっこにかくれんぼ。大人になっても面白いかもしれないわ。遠慮します。そう言うと思った。なら女の子同士らしく恋の話とか好きな人の話とか。バカバカしい。そんなことをあなたとする理由がない。やっぱりそう言うと思ったわ。じゃあ例えばあの人の話は？稽古の先輩の話。なんであなたとそんな話をするんですか？だって私と稽古には他に一緒にできるお話がないんだもの。私も音楽は好きだわ。とても綺麗で残酷で人の心を揺らし動かすとてもとても危ないものだから大好き。だけど稽古みたいに知識はないわ。そういった語り合いを私はできない。ええ、それに価値観も違うようですし。そうね、だから先輩の話をしましょう。私これでもあの人のことはよく知ってるのよ。稽古の知りたいことだって答えられるかも。興味ありません。あ、残念。だけど本当にいいの？ええ、聞きたいことがあれば本人から聞きますし、そうでなければ別にどうでもいいことですから。どうでもいいか。本当はどうなのかしら。ううん、バカにしてるわけじゃないの。だけど稽古って何に対してもどうでもいいでしょ。じゃあ一体あなたの望むものはどこにあるのかしらって。どういう意味ですか？あれもやだこれもやだ。苦いものを無理やりに食べる必要はないわ。私だって嫌だって言っちゃう。だけどじゃあ稽古は何なら甘くて美味しいのかしらって思って。さあどうなんですかね。あら、それも教えてくれないの？教えてどうなるんですか？そうね、例えばこの夢の中だけは稽古の苦いものをなくしてあげられるかも。甘い、楽しい、素敵な世界、それを用意することができるわ。どう？現実なんて冷たい場所を少しでも忘れられるかも。本来ならくだらない、どうせ夢は夢だなんて言うところですけど、少しだけ興味があります。本当？なら言ってみて。できることなら何でもしてあげるから。なら一つだけ。この世界のギターは現実と同じものにできますか？どういうことかしら。思った通りの音が出すぎるんです。チューニングも必要ない。鳴らせば鳴らしただけ望んだ音が出る。それは素敵なことじゃないの？まさか。そうなるように触るのが楽しいんじゃないですか。歌を歌いたいのに CD をかけているような苦痛です。そっか、稽古にとってそのギターは甘いのね。ま、そういうことになりますね。うんうん、なるほど。私はギターのことは全然わからないけど、多分できるわ。それこそ、稽古の望む通り、思い通りにならない現実を持ち込んであげる。うん。自分で思い通りにしたいんでしょ？何かおかしなことを言った？思い通りになるのはつまらない。なら、自分の手で変えられるといいわね。